うも、現実の SS クラスね、オーバーコートの着回しの仕方を今日は皆様にご紹介していきたいと思います。で、さらにリドムのオーバーコートはなぜここまで暖かくて、なぜここまで軽いのかってことを、皆様にご紹介していきたいと思います。では早速行ってみよう。リドムのオーバーコートをご紹介しつつ、オーバーコートを使った着回しの仕方を皆様にご紹介していきたいと思います。ですので、着回し方法として5コーデぐらいご紹介しようかなと思っております。ですので大ボリュームの動画となっております。ということで、まず、コートの選び方ってとか、コートの生地のお話や、リドムのコートがなんでここまで軽くて暖かいのかってことをご説明していきたいと思います。で、こちらの説明は以前こちらの動画でご紹介させていただいたので、こちらの動画の内容が完全に頭に入ってるよとか、もう覚えてるよって方はぜひこちらの時間まで飛ばしてみてください。ということでご説明していきたいんですが、名前の通りかなり大きく作られています。で、大きいことのメリットとしてはトレンド性が含まれていたりとか、あとはテスターコートだったりか、ジャストメロン、コートよりもより雰囲気が作れます。あとは既存のコートに慣れている方からしてみれば、こういったオーバーコートっていうのはものすごく新鮮に感じます。そのようにオーバーコートの魅力っていうのはたくさんある中で、リドムがどういったところにこだわったのかっていうことをご説明していきます。で、この話を聞いて皆さんがね、オーバーコートを選ぶ時のポイントなどをしっかりと認識していただければなと思います。まず素材についてのお話なんですが、水に溶ける糸があるんですね。で、その水に溶ける糸の周りをウールの糸で巻いていくんですよ、ガーッと。で、その糸で、完成した糸で大きな生地を作り、で、その後一回洗うんですよ。で、洗うとどうなるかっていうと、一回一番初めに水に溶ける糸の周りにドーナツ状で巻いてるって言ったじゃないですか。ですので、その真ん中の水に溶ける糸が溶けるんですよ。で、溶けると、じゃあよりこう風が通しやすくなっちゃうんじゃないのって思っちゃうから、全然そんなことなくて、窓の二重構造って分かりますか？こちらの画像がすごく分かりやすいと思うんですけども、外の冷たい空気があり、中の暖かい空気があって、で、その間に空気層があることによって、より室内の暖かさを閉じ込めて外の冷気を通さない役割をしてくれてるんですね、その二重構造っていうのは。で、そういったようにさっきの水に溶ける糸が溶けることによって、その周りに巻いてたウールの糸がドーナツ状になるんですよ。なので、より空気層を閉じ込めた魔法のような布ができるわけですね。で、その生地で作ったのがこちらのリドムのオーバーコートなんです。なので軽くて暖かいっていう生地が、出来上がってるんです。で、カシミヤとかものすごく高級な、もので、もうすごく価格も高いんですけども、それらってこう軽くて暖かいんですよ。で、なおかつ肌触りもいいとされてるんですけども、で、それも同じように空気を閉じ込めてくれたりとか、よりこう暖かさを守ってくれてるので、軽くて暖かくて、で、値段も高いんですよ。で、それと同じでこちらリドムのオーバーコートも、こちらの動画でお話していることだったりとか、いろいろ噛み合ってこちらのコート、軽くて暖かくて高級なのにもかかわらず値段は抑えられたコートが出来上がってるんですね。で、色についてなんですけども、僕はネイビーのオーバーコートがおすすめかなと思います。黒いパンツだったり、今着てるような黒いニットとかの相性もいいので、どのアイテムとも合うっていう意味でネイビーの、オーバーコートものすごくおすすめですね。で、今ブラックのオーバーコートが完売していまして、買いたくても買えないという状況なんですけども、こちらのダブルサージメルトンオーバーコートに生まれ変わって新登場しております。で、こちらの、ダブルサージメルトンオーバーコートのご説明になるんですが、もともとこちらの、オーバーコートはあえて少し毛羽立った風に加工することによって、ふわふわとした質感なんですけども、ダブルサージメルトンオーバーコートはよりこちらのオーバーコートよりもほんのり綺麗めが足されて、程よい光沢感がある表情感となっております。で、そしてさらにそのダブルメルトンならではのそのしなやかさっていうものがあるんですけども、こちらにもね、こうダブルメイトならではのしなやかさがありますので、ぜひ今ブラックのオーバーコートを探してるんだとか欲しいんだって方は、ぜひこちらのダブルサージメイトオーバーコートを、チェックしてみてください。というわけで、そんな超ゲチパないこちらのリドムのオーバーコートを使用して着回し5コーデ皆様にご紹介していきたいと思います。ということで、頑張ります。結構あれなんですよね、洋服わんさかこうクローゼットがあるから大変っちゃ大変なんですけども、それはね、少しでも参考になったら高評価グッドボタンよろしくお願いします。ということで、左右で着替えてみました。いかがでしょうか？かなり通常のチェスターコートよりも大きく、可愛らしいコートとなっております。で、ジャストサイズのチェスターコートだったりとか他のコートよりも、着丈が長いのでワイドパンツとの相
相性がいいですね。ですのでワイドパンツ冬にも履きたいんだって方はオーバーコートとか着丈の長いコートを選んでみるとかなりまとまったコーディネートになるのでよかったら試してみてください。ということで、まあ、早速ワンコーデ目のお話になるんですが、今ユニクロ U のニットを着ています。で下に、まあ、リドムの非売品なんですがグレンチェックのワイドパンツを履いています。はい、このように、まあ、グレンチェックでブラウンなことではなく雰囲気があるアイテムだと思うんですよね。で、まあ、こういった雰囲気のあるパンツとの相性がすごくいいなと思っていて、清潔感には欠けるんだけどでもその分雰囲気がグッと増すのでどんどん雰囲気のあるコートになっていきます。はい、でさらにこれだけじゃ寒いよっていう方はサイルで、今中にリドムのライダースを着ました。ですので、まあ、より暖かいコーディネートが完成しています。でこれまーちゃんが言ったんですけども、で喫茶店入った時にたまたまねコート脱いでアウターも渡してたんですよ。そしたらその時にまーちゃんが中着てたんだっていう意見をいただけて、でその時にこうおしゃれさっていうかアウターもアウターの良さを感じてくれたらしくて、ですので、まあ、今、オーバーコート脱いだ後でもこういったライダースコーディネートが完成するので、まあ、ぜひニットの上にそのままオーバーコート着るのではなくて、まあ、こういったこうライダースを着ると、室内入った後でも、よりこうかっこいいコーディネートが完成するので、まあ、ぜひアウターもアウターするのがいいかなと思います。でさらに、ライダースを合わせることによってより表情も変わってくるので、そこの部分ですごく可愛いなと思います。というわけで2コーディネートに切り替えていきたいと思います。せーの、はい、で着替えました。いかがでしょうか。黒ニット残しで黒いパンツを履いたんですよね。でその時にちょっと暗くなったなと思ったのでチェックのガウンを合わせました。こちらは春物のアウターなんですけども、中に入れることによって色の暗さを軽減したりとか、あとはコーディネートにどっかさ一つでも柄が入るとちょっとこう可愛らしさが演出できるのでいいのかなと思いました。で先ほどのコーディネートと比べるとこんな感じでございます。まあそこまで差はないんですけども、ちょっとね雰囲気を出してコーディネートしてみました。いかがでしょうか。でバッグなんかでこういったちょっとブラウンのものを足すと、先ほどまではね少し色暗いんじゃねって思っている方もいたかもしれませんが、こういったバッグとかで小物で色を足していくっていうのもいいかもしれません。参考で見に着替えていきたいと思います。はい、ゆうで GU のフリースのジャケットを中に着ました。で先ほどまでワイドパンツ履いてたんですけども、スキニーに履き替えました。はい、こちらで、まあ、先ほどまでずっとこう必死に説明している原理を用意したんですけども、まあ、結構暗いじゃないですか色が。フリースジャケットを使うことによって、まあ、結構、ね、ちょっと色が明るくなったコーディネートかなと思います。はい、でさらに首元とかも、横からの風から暖かいのですごく気に入っております。さらにこのオーバーコートの魅力としては、まあ、こちらの中のねフリースジャケットかなりボリュームがあるアウターなんですけども、まあ、中に着込んでもそこまで窮屈感が感じられないのでかなりおすすめでございます。はい、さらにどんどん着込んでいくとよりね動きづらくなったりとかもするんですけども、こちらのオーバーコートが軽くて動きやすいことによってそういったところも軽減してくれるかなと思います。はい、で前を閉じると、こんな感じでございます。いかがでしょうか。でさらに、まあ、こういったフリースのモコモコとした可愛さが、オーバーコートの可愛さとリンクしてさらにこう雰囲気も作れるので、フリースジャケット今流行っていると思うんですが、フリースジャケットと合わせて着てみるっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。で、4コーデ目に着替えていきたいと思います。せーの、はい、で GU のニットの上にリドムのダークチェリーのオープンカラーシャツを着ました。先日こちらに挙げたシャツの、ね、活用方法でもご紹介したようにニットの上からシャツを着るっていうのがここ最近かなり急増してまして、でさらにこの胸元の部分とかかなりトレンド性もあるのでトレンドの格好さもすごくあると思います。でさらにダークチェリーとネイビーの相性ってものすごくいいんですね。ですので色合い的にもすごくお気に入りでございます。いかがでしょうか。でそこにバッグなどを合わせていくと、はい、それでカイコのサコッシュを合わせてみました。で先ほどコーディネートでブラウンのバッグを持ったと思うんですけども、まあ、今回ダークチェリーと白があるということで、まあ、そこまでもうブラウン足さなくてもいいかなと思ったの で今回、こちらの、黒いバッグを足してみました。なので、まあ、結構トレンド性の高いコーディネートになってるかなと思います。ビッグシルエットだし、オープンカラーシャツだし、でさらにダークチェリーだし、サコッシュがあるということで、トレンドのポイントが4つ含まれている、コーディネートになっております。いかがでしょうか。はい、一番初めのコーディネートがこちらとなっております。スキニーで違ったりとか、あとはブラウンを使用してるんですけども、ダークチェリーを使用してたりとか、あとはまあ白がないんですけどもここの部分で白があったりとか、まあ、結構いろいろ違うのでオーバーコート使用してても違うコーディネートができるよっていう感じですね。そして最後のコーディネートを組んでいきたいと思います。せーの、はい、で、最後にちょっとカジュアルなアイテムと合わせてみました。いかがでしょうか。
パーカーにデニムにスニーカーということでかなりカジュアルが強いんですけども、こういったオーバーコートと合わせることによってより雰囲気も増すかなと思います。でサイズなんですけど、今回着てるのが XXL サイズなんでかなり着丈も長いし大きいんですよね。けどこういったオーバーコートであれば着丈がかなり長くても雰囲気とマッチするので、かなりいいかなと思います。いかがでしょうか。で綺麗にどんどん上がっていったわけじゃないですか。初めの1コーデ目から5コーデ目にかけてどんどん色を明るくしていきました。ですので、どれぐらい色が明るい方が皆さんは好きでしょうか。たまにこれぐらい暗い日があったりとか、たまにこれぐらい明るい日があってもいいのかなと思います。なのでいろんな表情で楽しめるっていうのが、こちらのオーバーコートの魅力ですので、ぜひ、もうオーバーコート買った際にはいろんな色だったりとかいろんなアイテムと掛け合わせてみてください。でここまで素材の質が良くて、軽くて暖かくてでなおかつ価格をグッと抑えたのはリドムのオーバーコートだけですので、ぜひ、オーバーコート探してるよとかコート探してるよって方はぜひこちらのカードだったりとか下の概要欄からこちらのオーバーコートチェックしてみてください。ということで本日はこちらリドムのエアメイトオーバーコートのネイビーを使用して着回しの仕方を皆様にご紹介しました。こういった着回しの仕方だったりとかあとは素材についての説明今後見たいよって方やシンプルにこちらの動画参考になったらよかったらぜひ高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。で現在 YouTube 以外にも SNS をやってますので下の概要欄からぜひチェックしてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。以上現地の動画でした。ありがとうございました。スモークスモークアップインザスカイスモークスモークスモークYeah. Why DC more verses? Make a wish for a purpose. Purpose to practice to rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic. Kick like my sickle circus. Flow with Kang. I do my thinking. Dang it, langa till it's purple. Alcohol on my circus. City slipping like juggers. Rubbing for moisture murder. Checkers around his burgers. Diction vexes with less spit. Ammonia type bullet tips. Put in and clean your mind. Glitch stage out for when I'm not. Nah, did you see me? I'm like a genie. Your mind is subconsciously feeding on your memory. Ripping lyrical line. Rich chicks, medical bomb risk. That's the remedy from the bird washing board. It gets more to record itself.